役に立つアプリを考えて今見積もりを作ってもらっています。出来上がったらどうやって広げるのがいいと思いますかやっぱりユーチューバーに広告してもらうのですかねえっとそのまず友達に使ってもらってその友達があのこれを友達に友達の友達にこういう便利なのあるよっていうのを伝えたいと思うかどうかですね。そのいくら便利でも他人に伝えたいと思わないアプリって広がらないんですよ。 あのまあ、いろんなアプリって広告宣伝売ってそれで伸びたように見えるんですけど広告宣伝ってあくまで最初のコアになる人たちにある程度使ってもらうんですけどその後は基本口コミで広がったゲームとかアプリじゃないとなかなか広まんないんですよね。 その,あの口コミで面白いよっていう人だったらじゃあその友達を連れてきてあのなんか一緒に対戦すると何か星もらえるだったりっていうなんかプラスアルファがあって友達を入れたりっていうのがあるんですけどそういうその,あのなんかちょっとずつ口コミで広がるような構造っていうのをどこかに作らない限りはあの必ず破綻してしまうのでなので最初から広告を打つって考えるのはよくないと思います。えっ、ー、とねあの広告を打ち続けて破綻しないパターンのビジネスって多分出会い系サイトぐらいなんですよね。 今その出会い系サイトってあの基本的に長く続けないんですよ。あのまあ不細工とモテないやつと金のないやつだけ長く続けるんですけどそう例えば出会い系サイトで出会いたいって思った人がいてじゃあそのグーグル勤めてますイケメンです年収1500万ですって多分3日もかかんないうちに彼女できちゃうんですよ。だからもう出会い系使わなくなるんですよ。 で、じゃあ、そのなんか、じゃあ、モデルやってますとか、で、あの、美人です、で、なんか、教養もありますみたいな女の人が顔写真でしたら、多分、一日持たないんですよ。すぐに彼氏ができるんですよ。で、出会い系サイトを長期に使い続けてる人って、基本的に、不細工で金がなくて、誰からも、その、彼女になりたい、彼氏になりたいって思われないような人なんですよ。っていうのがあって、で、そんなやつばっかり、うぞうぞうだと気持ち悪いので、誰もそのサイト使わなくなるんですよね。なので、広告宣伝紙をガンガン払って、定期的にその、新しいモテる人を入れて、で、モテる人は っ出てくってくるいうののがあるのでなので定期的に金を払い続けないと成立しないっていうのが出会い系サイトなんですけどただでもその不細工の金払い続ける人たちっていうのがずっと居続けてくれるので不細工から金を巻き上げるっていうことでなんとかあのビジネスを成立するっていうのがあるのでなのでその出会い系サイトだけはまあと新規広告をガンガン回すっていうのが成立するんですけどそうじゃない場合ってやっぱりその1人当たりの単価っていうので広告を出すよりも1人当たりの単価っていうのは低いので例えば出会い系サイトって1人採用するのに1000円かけてもいいんですよね。 要は、あの、不細が5000円払ってくればいいので、ただ普通のゲームとかって、一人の採用、その一人のユーザーフェイスを1 0円払っちゃうと、その、千円払う人ってそんないないじゃないですか。まあ、無料でやって、まあ、多少課金するかな、みたいな感じなので。っていうのがあるので、なので、あの、広告で広げようというのは最初から考えない方がいいんじゃないかなと僕は思いますけども。 えー、都内で外資系のコンサルをしてます。22歳、年収600万です。アイデアがあり、あと1、2年社会経験を積み起業する予定です。外部の出資あまり受けたくないです。なので、現実的な数字で1500万円、かっこ全職 RSU と貯金合わせて500万プラス、2年後の貯金500万プラス、創業融資500万を初期用として考えています。1500万で初期用をまかめると仮定した際、それでも外部の出資を受けた方が良い理由があれば教えてください。あと、ひろゆきとの顧問や雇ういくら。僕、顧問はやらないと思います。さておき。 外部の出資は基本受けない方がいいです。あのえっと他人を騙して何とか儲けたいと思うのであれば外部の投資を入れるのは全然ありだと思います。要はそのあの,あの創業融資を受けるときって多分個人保証になっちゃうと思うのでそうすると逃げ切れないんですよね。 ただ、その、それっぽい儲かりそうなビジネスアイデアっていうのにして、で、いろんなところの投資を集めて、給料毎月100万円もらって、で、3年ぐらい経って、やっぱこのビジネスまできついっすねっていう時に、もう自分の持ち株比率は少ないので、じゃあ、これ、俺が優秀じゃないから他の人に社長やってもらった方がいいんじゃないですかみたいので、うまく逃げて、 あの、そのままこう、フェードアウトするっていうのをやるんだったらいいと思うんですよ。ただ、あの割とその自分でちゃんとやりたいことがあって、きちんとお金をその借りてやるのであれば、外部の人を入れると、その行動が制限されるか、もしくは、アイデア持ってかれるパターンっていう。要はその、なんか、すごく面白いアイデアって、他人に理解してもらえないことがあるんですよね。 例えばじゃあその僕が初めてじゃあ2チャンネルっていうものを作ろうと思った時って多分その儲かるっていくら説明したとしても理解してもらえないと思うんですよでその他人が理解できる頃には似たようなサービスが世の中にあるんですよなのであこういう儲かってるサービスがあるからそれを作るので、ね、よしわかったって時はもう他にサービスができてるんで手遅れなんですよねなのでその他人を説得する必要がないっていうのはすごく重要なんですよ要はその自分が正しいと思うことをやり続けてでその ゴール自体はててたとしても手例えば、ね、じゃあそのじゃあそのなんか大型掲示板を作ろうっていう時に作ってみてでもその掲示板っていうのはうまくいくかもしれないけどプロモーションのやり方がまずかったとかそのデザインが悪かったとか別の理由でうまくいかないことがあるんですけどそのゴール自体を信用してない場合ってそのこのゴールやっぱまずいんじゃないとかっていうのがその VC が言い出し始めたりするんですよ。 でやっぱこっちの方がいいんじゃないとかっていうのを VC が言い始めてで VC 同士の方が頭悪いいのでで同意しやすいんですんよ要はその誰もやってないビジネスのこれよりもなんか似たようなサービスがあってこれ真似した方がまあ他にうまくいってるのあるからこっちの方がいいんじゃねっていうと他の VC もそうだよねとかってなっちゃったりするのでその VC の方が多数派になって流されちゃったりすることもあるんですよね。 まあで、ね、その VC を説得しなければならないとかっていうのが僕は完全に時間の無駄だと思うので、なので他人のお金を頼るのは良くないんじゃないかなと思います。その広告宣伝しなきゃいけないっていう時点でちょっと微妙だと思うので、要はその最初から金が結構必要っていうのでその広告宣伝をしなきゃいけないって話だと思うんですけど、でもそれってその広告宣伝しなくても口コミで広がるようなサービスをするべきだよねっていうふうに僕は考えるので。 バチャを初めて送ったため失敗して無言で送ってしまいました。葬儀者で働いています。葬儀の仕事が好きなので今後も続けたいと考えています。今後の葬儀業界に続けると何か良い仕事の格闘方法はありませんでしょうか えっと、ま、その葬儀自体が減ることはないんですけど、ただ葬儀の簡素化っていうのはずっと、あの、まあ、あの、不況もあって増えていくと思うので、なので、その、いかに病院と結託するかになるので、あの、病院の先生にちゃんとお金払ってください。あの、病院の先生にお金払うと、その病院で亡くなった場合に、その、こういう葬儀者がありますよっていうので連絡をしてくれる、一番最初に連絡をしてくれるっていう葬儀者になれたりするので、なので、あの、病院の方から連絡をしてもらうっていう仕組みをちゃんと作るために、病院にお金を払うといいんじゃないかなと思います。 え、こんばんは、旦那と二人で調剤薬国営んでおります。オンラインでの処方薬、処方箋予約、居宅療養管理指導、薬学生の実務実習経営、学校薬剤師といろいろやっておりますが、あと20年は何とか続けたいです。大手の Amazon 局などが処方箋受付などを始めており、個人の調剤薬局はなかなか厳しい時代が来るのではないかと思っています。少しでも長く経営できるよう7倍していただければ幸いです。 近所の人に割と知られるようになるっていうのとまあ僕だったらオンライン出ちゃいますけどね。 あの結局そのオンラインでそのあの例えばじゃあこの処方箋を写真で送ってもらってそれで予約してもらって来たらすぐ渡せますっていうのはその,あの薬局来てこれなんですって言ってなんか行列になったりとか,なんかじゃあちょっとあのこれ探しますねとか調剤しますね時間かかるのが嫌なのでなのでその前もって写真で送ってもらったらもうあの来たらすぐ渡せますいくらですみたいなのにしてっていうのがあると割と便利だから行くわっていうのも近所の人いるかもしれないのでそういう形でオンラインの。 仕事、あ、そのオンラインのシステム側っていうのも増やしちゃっていいんじゃないかなと思います。あの、アメリカで、割とうまくいっているベンチャーで、あの調剤薬局で、すげえ賢いなって思うのが。その、あの、まあ、あの、病気の人って、いろんな、その、あの、薬飲むじゃないですか、で、その。 例えばじゃあ、あの、その、胃の病気ですって言って、その胃の方の、その中の食あたりの薬とか胃酸を減らす薬とかがあって、ほんで、あとたまにその中の転換なんでこれも飲まなきゃいけないんですっていうのが複数その処方箋もらう人がいるんですけど、その全部の処方箋をそのサイトに送ると、その全部の薬を飲まなきゃいけないのを一日ごとの袋にパック仕分けてくれて送ってくるんですよ。 ではその調剤薬局とかに行くと、はい、この薬です。これはじゃあ3日に1回飲んでくださいとか、これは1日に4個飲んでくださいとか、じゃあこれはあのなんか朝食と昼食飲んでくださいとかっていろいろ言われるんですけど、覚えられないじゃないですか。 なので、その、一日ごとにこれを飲んでください。で、これ、あの、ま、あ食事ごとに分かるときは、その、1日の夕食、1日の昼って書かれたパックがあって、で、それにその、飲まなきゃいけない薬が入ってるっていうのがあって、そのもう、どんなバカでも見るだけで、あの、この日のこれ飲まなきゃいけないなってわかるし、次の日もこれ飲めばいいのってわかるっていう形で、その、パックしてくれて送ってくれる、あの、オンラインの調剤薬局っていうのがあるんですけど、あれは僕、かなり伸びると思うんですよね。なので、日本でも一応できるはずなので、 誰かやればいいのにと思ってるんですけど、日本でやってる話はあんま聞かないっすね、えー、商業漫画家をしています、年収は1000万程度で安定してるんですが、体への負担が大きく疲弊している中、 パトレオンの支援サイトで活動した結果、月収50万ほど稼ぐようになりました。体への負担も軽く本格的に活動することを検討しましたが、新しい携帯であること、人材不足の一般視点仕事に困ることはないので、転校することになります。ここの資料について,あていた,たいです。すみません、そのサイト知らないです。<laughs> で、わかんないんですけど、えっ、ー、と、そのサイトで50万だと600万ぐらい稼げるんですよね。で、多分その商業漫画家だとアシスタントとかで出してると、多分利益率 そんなに高くはないと思うのでなのであの手抜けないんじゃないですか商業のの方あの要は細かいところまで書き込んじゃうとかだったらもう細かいところ書かないで全部アシスタントに丸投げしちゃうとかあのまあ,あの要はあのロイヤリティフリーの写真とか買ってきてでそれを取り込んで漫画っぽいそのあのタッチに書いちゃってあのベタって貼り付けるみたいになると別にあの細かい背景とか書かなくていいよねみたいになったりするので。 なので、そのなんかじゃあすげえ細かなきゃいけないよね、みたいな、みたいなと、逆にそのあの、クラウドワークスみたいなサイトで、あの、他人に任せちゃうみたいな感じで、いかに手を抜くかっていうのをやってみるといいんじゃないでしょうか。出版社で漫画編集者をしています。スキルを活かせる新規事業もしくは副業など思い当たりませんでしょうか。漫画の編集しかできないため、ビジネスススキルがなく将来に対しての漠然とした不安があります。えっと、あの、編集さんとして漫画家とめちゃくちゃ仲良くなってください。 でそうするとああのまあ、割と優秀な漫画家さんってまあそのあんまり多くの人と付き合いたいっていうのがなかったりするのでそのこの人と付き合うからじゃあこのその出版社とつき合いますみたいになるのでなのでその出版社と付き合うというより編集と付き合うっていう感じになったりするんですよね。 なので、あの、コルクっていうあの漫画のエージェントがあるんですけど、あの、そのドラゴン桜だったりとか、あの、安野もよこさんとかだったりが所属してるんですけど、まあ、もともとその講談社にいる人が辞めて作ったっていうのがあって、その編集さんが優秀だから、じゃあその人が独立するんだったら私もついていくわ、みたいな。っていうのがあるので、漫画家さんにいかに好かれるかっていうので頑張るといいんじゃないかなと思います。 えと中国とロシマ,シマレーシアに友達がいます。何か輸出、輸入ビジネスを考えています。何かするおすすめなビジネスはありますかありません。<laughs> えっと、あの、別に友達がいなくても中国とかマレーシアで仕事をしたいと思ったら、今は誰でもできます。例えば、その中国で、その,あのアリババがやってるようなサイトとかで、あの、英文で書くと、大体オンラインでも物が買えて、その物を日本に送ってもらうとかできるんですよ。では友達がいなくてもできるんですよ。 なので、その中国に友達がいるということはメリットではないんですよ、ビジネス的な。要はその人が、その人しか卸せないような商品がある友達とかでもいいんですけど、これ買ってきてとか誰でも買ってもらえるんですよ。で、別にマレーシアとかでも誰でも買ってもらえるんですよ。で、じゃあこの日本の商品を中国とかマレーシアに輸出しますって時は、自分自身がその人たちが買えない商品っていうのを持ってなきゃいけないんですよね。 要はそのマレーシアの人がこれ日本で買いたいんだけど買えないんだよねとかで例えばじゃあ自分がその薬剤師とかであれば通常では手に入らない薬品っていうのをこっそり買ってそれをマレーシアにおろすとかができるのでそれは儲かるわってなるんですけどそういうなんか独自のその商品も多分この感じだと持ってないと思うんですよね。なのでそのマレーシアと中国にいるっていうのがメリットだと考えている時点で多分もうビジネス向いてないと思うんですよね。 なので、ちゃんと売れるものって何なのっていうのを考えて、例えばじゃあそれがロシアにあるもので、ロシアのこれって仕入れたら売れるんじゃないっていうのであればいいと思うんですよ。その友達がいるからっていうのを条件にして、その狭めるのは良くないんじゃないかなと思います。仕事をするだったらね。 えー、38歳エステサルオーナーです。年収は2000万ほどですが将来のために研究士になろうと思っています。研究でやりたいことがある将来高齢になった時にエステは厳しいと考えて来年から買う予定です。信頼している人に反対を受けてますが、ヒロさんどう思いますか、えー、将来戦について聞きたいです。僕も多分反対すると思います。研究士そんなに儲かんないから。<laughs> 要はあの、長期的にはうまくいくだろうなと思ってらっしゃると思うんですけど、うん、あの基本的にはその個人、あ、鍼灸師に、ね、はいすみません。 鍼灸師さんってそんなに儲かんないですよね。鍼灸師さんで年収2,000万とか個人では探せばいるかもしれないですけどそもそもそんなに儲かんないもんなので今の仕事してお金貯めてであ,のある程度もう1億円ぐらい貯まったからじゃあもう引退するわっていうのがよっぽど安全なんじゃないかなと思います。 音声の仕事をしている34歳男で節税で法人化しましたが、従業員自分だけです。アドバイス通り手が足りない時は外注で乗り切ってましたが、新規でスタジオの音響ペレート機材管理という仕事がありそうで、うまくいけば3、4年はそこの仕事があるのです。単純に人手が必要で技術者人材派遣の会社風にして手数料をもらう方が良いのか、今までより外注先を増やして回すべきでしょうか。技術者として自分のスキルも上げていきたいという部分もあります。リョキさんならどんな時の対処法だったり、前にお聞をせいただけてあげる幸いです。えっと、あの、まあ、ま、 その、正しいやり方かどうか置いといて、個人会社であれば、やばかったら会社潰すっていうのができるんですよね。なので、あの、もう人を雇ってしまって技術者派遣をするんですけど、そいつ首切るのめんどくせえってなったら、もう会社ごと潰すっていうのもできるので、なので、あの、割とその優秀な人がいるんだったら、その正社員にしちゃうっていうのもありかもしれないです。で、トラブル用だったら会社ごと潰すっていうの個人会社だったらすぐできるので。 えー、29歳非正規の教員です。物欲もなく今までに1,200万ほど貯金していましたが将来が不安です、えー。子供が好きなので教員は続けていきたいんですがなかなか方角できないので向いてないとして諦めた方がいいでしょうか。諦めるにしても資格がなければ就職は難しいので僕の資格取得に向けて勉強中です。アドバイスを受ければ幸いです。塾とかにしたら別にあの学校じゃなくてもあの塾とか予備校とかそっちの方であの普通に正社員っていうのもあると思うのでそっちに行ってみてはいかがでしょうか